の苦労を思えば自分の苦労なんか知れている。これはさ、俺も、あのいろんな流れがあって、本当に、まあ、2000円スタート、ド貧乏からスタートして、はい、まあ、稼ごうと思って頑張ったじゃん、はい、その時にずっと思ったことなわけよ、ね、はい、例えばなんだろう、経済とかそういう事業の中で、はいはい、まあ、俺はすごい頑張ったと思うけど、どんだけ頑張ろうが、はい、スタッフとか幹部とかみんなしょっちゅう言ったけど、例えば消防士の人で命がけで仕事してる人と比べれば、はい、大したことないし、頑張った分だけ、はいはい、稼げたりする可能性があるわけでしょ、まあそうですね、だからものすごい恵まれてるわけよ。あ、例えば、まあ、変な言い方だけど、消防士の人が命がけでやってるからってさ、分かんないけど年収何千万もさ、はい、もらえるわけではないわけ、はいはい、そうですね。俺はそういうこと考えて、まあ、どんだけ苦労したって、なんか自分がやってくるなんか知れてんなっていうさ、でこういう考え方ってすごい大事でさ、大事ですね。いや、例えばだけど、はい、スポーツ選手で、はい、もうすごい一流になりましたっていう人がいた時に、これは、まあ、あれなんだけど、例えば身体にもともと障害がある人だっているわけじゃん、ね、はい、だそこを思えば、はい、もうどんだけ頑張ろうが、はい、まあ、世界チャンピオンになろうが、ありがたい話なわけじゃん。あ、そうですね、だそうやって、ね、はい、こう人ってやっぱ自分中心で生きてるから、自分で勝手に行き詰まったりするんだけど、やっぱこう社会とか世の中っていろんな人がさまざまな苦労を抱えてるわけで、そこにちょっとこう、そこをちょっと感じ取ると、なんていうのかな、どんな分野で何をやってる人も、まあ、自分の苦労なんか知れてるわけよ。あ、はい。